こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。アマゾン室マニュアル。オーストラリア、アマゾン室ビジネストラの巻引きこもりでも稼げる仕事。在宅で稼げるというか、まあ、自宅で引きこもった人でもできる。引きこもった人でもできるというか、引きこもりの人はネットサーフィンが好きなので適性は高いかもしれない。まあ、私も引きこもりだし。 こもる原因なんですけど、まあね、ちょうど、今、令和という、ね、いよいよ、あと、28、29、30、3日で平成も終わり、そして新しい令和という年号になります。で、令和って入力してもね、出てこないんで、まあ、命令の例、ね、命令と書いて、和と。 入力して私は令和を出してます。まあ、これがそのまま年号のね、えー、意味になっているような気がするんですけど、まあ、和を乱すなと一丸となって、まあ、日本を良くしましょうみたいなね、みんなで良くしましょう、やりましょうみたいなね、えー、まあそういう希望というか目標というかお題目がまあ感じられる年号なだなと思います。まあ、この和の文化というのは、 和の精神。まあ和の心で。日本民族の文化の本質は、個性重視とする文化ではなく、集団の秩序と安寧、また礼儀と作法を重視した文化であるというふうに出てくるんですけど、まあ別の言い方をすると、同調圧力。まあこれにね、えー、同意できないというか、うまく適合できない。まあ、言ってみれば普通の自然な、ね、人間の欲求が強いというか、 えー、私みたいにね、えー、個性が強い。わがまま。協調性がない。まあそういう人間がね、結局、同、え、調、ー、圧力に馴染めなくて、まあ会社とか学校に、えー、馴染めず引きこもりになるというのがね、えー、日本の引きこもりの、まあ、一つの大きな、えー、ルートというか、まあ道じゃないかなと思います。で、そんな日本、ね、 まあ、みんなで今幸せにな,なるんじゃなくて、みんなで不幸を我慢しようみたいなね、えー、風になっちゃってます。で、こんな国に誰がしたということでね、え国連の幸福度ランキング。まあ、日本は、えー、去年54位でしたけど、また順位を下げて58位と。え、ね、社会の自由度。あるいは社会への、他者への寛大さ。これがね、えー、数値が低いと。ね。だから、同調圧力、ガンガンに強くなってる。 ね、しかも、えー、寛容さ。もうこれはね、みんなもう所得低くて生活苦しいんでほぼなくなってるという、まあ、ひどいありさまになってるなという気がします。で、この Facebook でこの書いたね、人のコメントにも、もうね、えー、世界基準の幸福指標が日本人にマッチしてるのかがわからなくなりますと。まあ、もう、幸せだと感じなきゃ日本人じゃないみたいなね、えー、論調になってますから、 これもやっぱりもうね、すごいなと。評価基準が日本にマッチしていない。いやも同じ人間ですからね、評価基準は世界で、まあ、割と一緒だと思うんですけど、まあ、そんなこんなでね、もう引きこもりの原因はね、同調圧力への反発、または適応能力の低さ。私は典型的なこのパターンですね。で私は引きこもりの買い物依存症。で買い物は好きだけど、人混みは苦手なので、ネットショッピングにはまりました。常に 毎日、アマゾンかヤフオク、楽天、家電量販店、どこかからの荷物が届いていました。東京から福岡に引っ越した時なんてね、あまりたくさん買いすぎてて、毎日にも作るんでね、ある販売店が私の住所を書き忘れてたと。ねえー、福岡県、沢楽、なんちゃらかんちゃらってとこを忘れて、堀秀夫と書いてあるで。なんとね、それで荷物が届いたと。ね、どんだけ、どんだけね、あの、 その、買ってたんだって感じなんですけど、私も感心して、よくこれで分かりましたねって言ったらね、いや毎日いっぱい荷物作るんで、ね、同じ名前だなと思って分かりましたって、ははって感じだったんですけど、まあそれぐらい買ってました。で、まあ今は、ね、えー、仕入れや買い物じゃなくて、えー、この仕入れや買い物をどうすればいいか、何を買えばいいかっていうサポートをしています。でも大体毎日の行動は同じ、ね。 で、まあ、世界中旅行して待ってるんで、ね、アクティブなんかと普通の人は思うと思うんですけど、まあ、旅行して住み場所を変えることは変えますけど、あとはね、海外に行って引きこもってると。ね。わざわざ海外に行って、パリに行っても美術館とレクストランに行く以外は部屋に引きこもってパソコンモニターとにらめっこしている。まあ、ロンドンでもギリシャでもシドニーでもどこに行っても大体そんな感じ。で、私、堀秀夫の一日。大体朝6時に起きます。 時差があっても大体その国の6時に起きます。で、まずチャットワークサポートのチェック。急ぎの要件がないかどうかを一通りチェックして、その後 YouTube 動画のアクセスとコメントをチェックすると。ね。えー、そしたら、シャワーを浴びてで、ポケモン GO をやりながら1時間ほど散歩すると。まあ、日本だとね、あんまポケモン GO やらないんですけど、海外に行くとこの散歩をしながらね、えー、何しろただ散歩してても暇なんでね。 えーまあ、ポケモンをやりながら散歩したり、えー、ビーチに行けば、まあ、砂浜をは足になって散歩したりという形で散歩すると。で帰ってきたら、大、え、体、ーまあ、いい午前中、えー、9時から、まあ、午後1時ぐらいまでチャットワークのサポートとかサポート動画を作成したり、サポートメルマが配信したり、まあ、宣伝動画を作ったり、Facebook をチェックします。でその後、それが一通り終わったらランチ。 で、ランチしたらまたポケモン、GO、をやりながら1時間ほど散歩すると。で、帰ってきたらまたチャットワークのサポート。Facebook をチェックをして、入浴して、ディナー。で、これあの、ディナーとランチね、もう、えー、50過ぎましたからね、えー、ランチとディナーを両方ガッツリ食うとデブになるってことが判明しましたんで、まあ、ランチなしとかね、えー、ディナーなしとか。 で、ランチはまあ、フルーツだけとか、まあ、ディナーは酒だけとか、いうこともありますけど、まあ、大体そんな感じ。で、えー、シャワー浴びて、寝るという感じでね。これをわざわざ海外行ってやってるんですかって。まあ、私は他人、他人が海外行ってこう、こういう生活してますって言ったらね、アホじゃなかろうかと思いますけど、一言だとアホじゃなかろうかと思うような生活をまあ、普通に、えー、私自身はやってます。で、まあ、引きこもりの。 自宅警備隊向きの仕事、ね、こんな私はこういう生活で、えー、サポートしてますから逆にこういう生活でネットショップでね、えー、仕入れるとかあるいはたまにはね散歩がてら実店舗に行って仕入れるという形でね、えー、十分、えー、買い物してオーストラリアアマゾンに送るだけで稼げますで現に今私がサポートしてる人の中で一番売り上げ多い人も、まあ、ほぼほぼね、えー、買い物なんか行かないと あのネットで済んじゃうんでめんどくさいんで今もう実戦法ここ1ヶ月以上行ってませんねとかそんな感じですね、えー、ですんで引きこもり向きのえ仕事しかも稼げる